あ、はい、どうもこんばんは、おいたんです。では続き、前回の続きをやっていきたいと思います。前回ミッション5まで順調にやってきましたので、次は続き、ミッション6いきましょうですね。ミッション6がどういった内容かと言いますと、これかな、よいしょ、でかい、このぐらい、基地の西の方、トンネルを通り抜ける、トンネルとかあるんだ、最西端にあるトンネルを通り抜けるとマップ南西の端に出現、通り抜けるんだ。やってみよう。基地の西側、F14 ね、キッテン、キッテンって書いてあるのかな。まあ、特に特殊兵装とかの条件はないみたいなんで、ちょっと動きやすいやつでいこうか。トンネルを通り抜ける、トンネルをまず探さないといけないね基地の西側、最西端、基地の最西端、各機散開して攻撃を開始しろ。攻撃していいんだな、正規部隊とやらが相当するという話だったが。前と同じだぜ、俺たちで全部燃やせばいい。頭が切れるじゃないか、スペアエイト。貴様らが敵基地を叩けば正規部隊の損失が減る。それができ、まずトンネルを探しましょう。トンネル、言うてでもここあれなんだよね、ポイントなんだよね。トンネルを探しましょう。まあ、ちょっとトンネル見つけるまであれだね、仕方ないかもしれない、ちょっと時間的に。トンネルを見つけられれば次のゲームで思い切って頑張るとか。ハオ、ミサイルのあれが遅い。無理だったね。これかトンネルって。え、あれ？地形が複雑すぎて空からじゃ無理だ。地上部隊でやってくれ。あれ？お前たちでやるんだ。
出た出た、オッケー、出たけども、まあ、こっちに向かってくる機体だからあれなのかな。あのトンネルだったみたいよ。はい、ゴチでーす。さあ、こっからちょっとバタバタ敵戦力削っていかないといけない。バタバタだね、本当に。外した？当たったよ。え、外したの？嘘でしょ。この時間のない時に。やっぱポイントの入りが悪いな。戦闘機をやるか。戦闘機の方がポイント高い気がする。戦闘機が向かってくるからね、こっち。あ、この基地への航空攻撃は無理だ。とても命中させられ。死んだの野郎、ありがたく任務が来たようなことを前の言ってるが。400ポイント。違うよね。
嘘でしょ。UAV 来ないかな。来たね。UAV 来た。こいつらで稼ぐ。こいつは無人の迎撃機だ。いいよ。お前じゃ。元の任務も継続だ。じゃあ、どっちかだけでもきついぜ。クソ。フォックス。UAV 撃墜。監視。これを知ってて俺たちを行かせたのか。囚人部隊はしてもらうさ。だらしやがって。クソだい。懲罰兵が一人前の口を利くな。作戦は継続だ。こちらスペアセブン。クソ。足りるかな。あと5分。いや、ちょっと全力で特殊兵装を使って。全力で特殊兵装を使って稼ごうかな。あれ外すか。マジかよ。外す。どれがここはゲリラ戦で勝負でも、どっちが一番かはっきりさせよう。スペア15が敵を撃退。結果だ。ミサイル発射。ポイントが足りないぞ。行け。後ろか。ロックオンされた。新たな反応であいつらか。ヘリ食った方がいいな。作戦時間残り3分。フォックス2。敵基地の攻撃は一定の成功はあるが、だがまだ弾薬を残している者がいるな。攻撃を起こしろ。よっしゃ、一応ポイントはクリア。
なのであとは生きて帰るだけですね。メソメソあー外れた。雲に逃げやがったこいつ。え、今の外す？30秒じゃ少ないね。まあいいや、やれるだけやろう。ゲイ。よし、敵の基地に十分な打撃を与えた。スペア隊、作戦終了だ。祈祷しろ。逃亡兵どもには必ず報いを受けさせるが、お前たちは見逃してやる。トンネルは分かりましたね、大体ね。当たり前だ。どうかな、案外一緒くたに毒棒入りかもしれん。おい、誰が毒棒入りかかけようぜ。あの爆死頭がいくら言っただろうな。次がミッション7ですね。お出迎えだ。各機散開して攻撃を開始しろ。攻撃していいんだな。ミッション7が、目標以外の敵、地、空、両方を全て破壊するとマップ中央あたり北に出現。落ちたようだが奇襲は成功した。だが要は目標を残してそれ以外を駆逐していけばいいってことね。ミッション7行きましょう。地上ん、目標が地上か。ターゲット地上が多そうだね。 OK ってことでそのまま行きましょう。機体の準備が整った。抱き信号を許可する。なんていうの、ファウコン、わかんないけど、もうあのそのまま読むんで間違っててもご了承ください。
タイフーン、ファルコン、救を要するミッションだ。ファルコン、目標は敵のレーダー施設と対空兵器。複雑な地形の中に配備されている上に雲も多い。雷雲まで近づいているとのことだ。ああ、ここか。ここね。この作戦を立案したのはどこの大バカ野郎だ。お前で。質問は許可しない。第444航空基地機構隊、こちらサイクロプス1。サイクロプスとスナイダーの正体で現在7時。我々の編隊も間もなくその区域に到着する。了解した。何やれてないだと。次がターゲットそばの2つ。X サムあるからね。それをスルーしてってことでしょう。メソ。あ、向こう側か。ちょっと待って、ダメージ21しか入ってないってどういうこと。すごいすごいやばい。なんじゃそれ。雲の中を飛行中、着氷に注意しろ。メソメソメソ。今のところ順調にターゲット以外破壊し続けてますけども、ヘリが厄介だね。メソメソメソ。ミソはいい。メソ隠れやがったこいつ。メソメソメソ。さあこれで中央あたりの北に出現。ちょっと待って。目標以外の敵地区両方全てを破壊するとマップの中央あたり北に出現。出てないんだけど、出てない気がするぞ。メソ。メソ。あ、もう一個あった。メソ。こいつか。こいつ壊さないとだ。さあちょっと地形が分かんないから怖いぞ。メソメソメソ。これでおっと出てない。まだ見落としがあるか、もしかして。メソメソ。どっかにノンターゲット見落としがあるか。今も一気見落としてたから、もしかしたらあるかもしれないね。ちょっと全部回ってみようか。あ、いや、ターゲットやな。ターゲットだよね。あれ？出てないよね。
ターゲット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 。どうしよう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 。メソ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 。どのタイミングで出てくるんだろう。山が近い。激突に注意しなくちゃ。ちょっとな出てきてないので、とまずターゲット破壊してみます。時間ないからね。メソ、あ、反対側だ。出てきてないんだけど。全部やったら出てくるかな。メソメソ。どっからミサイル？あー、ここにあった一つ。あ、違う、ターゲットやろ。ここに一つあるわ。オッケー、わかった。見落としてたわ、やっぱり。ちょっとやり直します。申し訳ない、下手くそで。複雑な地形の中に配備されている上に雲も多い。雷雲まで近づいているとのことだ。運がないな、お前ら。おい、この作戦を立案したのはどこの大バカ野郎だ。質問は許可しない。第444航空基地飛行隊、こちらサイクロプスマン。サイクロプスとソライダーの2小隊で現在7機、我々の編隊も間もなくその区域に到着する。了解した。我々は予定外の戦闘で兵士を損失し、敵へ対応が難しい。正確に行くのは引くんだ次第だ。サイクロプスマン、こちらバンドック。予定時間までには終わらせる。ちょっとでかいマップはおすすめしないかな。見えないよね。この一番ちっちゃいマップで見ないとおそらく見えないかもしれない。もしやり損ねてるのがあればね。そんな気がする。そしてこいつは注意しないと、さっきみたいに、あ、やばやばい。完全にストールしてた今。だよね、ここちょっとめんどくさいな。回ってでも入り込んだ方がいいか。すいません、行きましょう。気を取り直して。あさこちょっと注意なんで、まあ時間かかりそうだけど、ちょっとゆっくり回っていった方が良さそうですね。そういうところでちょっと時間を節約して、これはもうあのバックするんじゃなくてぐるーっと回って行った方が良さそうだね。はい、先にさっき見落とした
こっちをやろうかね。着氷に気をつけろ。間にあるね、ターゲットじゃない AA ガンが。 OK OK。 OK。 そしてこれはヘリかな。ヘリだね。避けきれない。慌てるな。勝手に墜落してしまうはずだ。カーション、ポワッ。カーション。さあこれで残すところはこれも AA 感だね。この AA から先にやるかね。風で煽られる。さああとはヘリのみかな。さあこれで出るのか。出た？え？あ、出た出た出た、いた、こいつだ。オッケー。いやいや、メソ、スコアが稼げない。メソ、メソ、邪魔をするなよ。メソ、メソ、ほら、メソ、オッケー。メソ、メソ。さあこれでやれたと思うので心置きなく行こうかね。ミスった。ちょっと速度出すぎてたわ。メソ、雲の中を飛行中、着氷に注意しろ。あと5分、いいね、さっきより早い。メソ、メソ、メソ、OK。 正規軍の隠密偵察機だと。ルルシが起こしたと。遺跡を調べてるとかいう話だ。それ以上はつかめなかった。さすが早いな。秘密兵器でもあるんじゃないのか。情報の壁があるんだよ。シモは慎め。目標施設の破壊を確認。そっちで見られるような場所がない。メソ、オッケー。どこだどこだ。そら無理だ。メソ、メソ、メソ、ああ操作しづらい。メソ、メソ、ああ当たらない。頼む。オッケー。さあ次はとりあえず撃墜後なんで、次あれが来るよね。早い人が来るよね。うん、撃墜後なんで、
うわ、そっちか。兵装は残ってるんで、できれば特殊兵装だけで片付けたいな。 UV 破壊、 OK。 無理、そりゃ無理でしょう。危ねえよ、おい、勘弁してくれ。雷やめてよ。オーケありすぎな。オッケー、あと1機か。まだ当たってないと。えい、さあこっから来るね。特殊兵装6発か。
そら当たるやろ。見えない見えない見えないです。プラスマッハ2でこんなとこ飛ぶのは怖い。ありすぎやろ。ミサイルはいっぱいある。とにかく撃つ。そのうち当たる。見えない見えない。リロードが遅い。8だね。着陸はめんどくさいんで飛ばします。帰ってきた連中が敵にすげえのが現れたと言っている。燃料はめんどくさいんで飛ばします。ミッション8、石油タンクをすべて破壊するとタンクローリー殲滅戦の途中殲滅戦の途中の増援部隊と一緒に出現。無人機のやや後ろあたりに出てくるんだって。石油タンク、石油タンクね。タンクローリー殲滅戦の後。なるほどなるほど。おー、勲章いただきました。あとスキン両方な。 F15 のスキンもゲットしたんだけど、ちょっとよくわかんない。ちょっとよくわかんないけど、 F15 のスキンって何なんだ。ネームドじゃないよね多分ね。OKOK、
じゃあミッション8、石油タンクをすべて破壊する。石油タンクをすべて破壊すればとにかくいいんだね。でタンクローリー殲滅戦の途中の援軍部隊に出てくるってことだから、石油タンクをとにかくすべて破壊する。整列ってことは対地でがっつり行った方がいいってことだろうね。48発。今回特殊兵装がミサイルじゃないので、ミサイル系の特殊兵装を外します。そしてハンドポイントを増やす。リロード時間短縮、爆発範囲拡大、あ、いいね。爆発範囲拡大はいいね。ロックオン距離が伸びる、まあこれもいいんだけど、まあちょっとこのぐらいで様子を見てみよう。さあ行きましょう。今回船もいるからね、艦隊も、まあ、とにかく石油タンクを全て破壊するっていうのが重要らしい。したらガゼルっていうのが出てくるんでね。了解です。ジャンプが落とされる直前、あいつ弱気になってやがった。強がったふりしたって分かったぜ。あの臆病者、タンカー行こうかね。臆病者はどっちだ。尻尾巻きやがって逃げたんじゃねえ、撤退したのさ。あ、タンカーだったね、戦艦じゃなかったね。誰だってうんざりしてたさ、あの戦場には。あら、これ一発で破壊できないんだ。マジかよ。目につくものは手当たり次第破壊しろ。分かりやすくて結構だから、とても軍隊とは思えないな。お前らがまともな軍人だとでも言うのか。ここか。ここの石油は本当大変だよね。わかる。範囲を広げたのはいいんだけど、大して駆逐できてない現実。やったらだいぶ飛び火してくれるね。適当に当たってもヒットするんじゃねっていう。
ほら適当に打っても入るんじゃないっていう気はしてきた。ただでも今回選択した特殊兵装はちょっと弱いかもしれない。これはちょっとミスかもしれないね。1分しかない。辛いな、これは8連ないと辛いな、おそらく。辛い。いや、よくないよね。多分。ダメだね。出て何がいいだろうな、何が強い。大地で強いもの EML とか強くはないけど、やっぱりあれかな、LAM だったっけ？違った。なんだ？ LASM？ あー、これいいかもしれないけど、無誘導投下型でしょ？こいつじゃなかったような気がするんだよな。でも EML でもないし、LASM これは強いんだけど、確かにね。 LAGM も強そうだね。あー、上からのやつね。 GM 強そうだね。これが、あー、レーザーピピピュってやつね。レーザーかなんかわかんないけど、これ良さそうなんだけどな。数が少ないんだよね。16しかないんだよね。な、前使ってダメだったような気がする。そっとってなんだ。あー、どうなんだろう。ゲーム、うん、これグサってやつだよね。大地はなし。草ってやつだよね。
RKT、 これもミサイルだけど数が少ないんだよね。決めた。ちょっとあれ使ってみよう。こっちじゃない、これもいいけど、これちょっと気になるんだよね。あ、でもこっちの方が32か。これがでも周囲行くんだったらね、無誘導だからちょっといいかもしんない。パーツはもちろん、爆発範囲と普通のミサイルの威力アップ、これでいってみようか。ひとまず囚人ども、滑走路手前で待機しろ。タンカーとか余計なものを考えちゃいけない気がする。あー、これはでもいいね。この範囲ならいいかもしれない。ガッコーンってやつでしょこれ多分。ガッコーン、ドドドドドドってやつでしょ。すごい音してるよ。すごい音してるけど。ここら辺は一つのタンク潰すと大体潰れていくからね。これ気持ちいいわ。これ気持ちいいよ。がっつりいけそうな気がするもんね。掃除が早い。掃除めっちゃ早い。これおすすめ。これは本当におすすめだわ。
ロードは結構早めかな、見た感じ。だいぶ食えたと思うけど、こいつらタンクじゃない。大丈夫かな、全部いったかな、これで。これでターン全部やったはず、全部いけたはずなんだけどね。出にくいし、しかも風が。あ、だとしてもひとまずタンカーは全部やったはずなん、タンカーじゃない、石油タンクは全部やったはずなんで、おそらくこの後の援軍が来るときにはおそらく出てくれるんじゃないかなと思うけどね。この汚いやつね、こいつらだね、おそらく。こいつらの無人機の中に紛れてるっていう。お話でしたね。探そう。
先に探そう。あいつかな、あの単独行動してるやつ、ちょっと気になるんだけどね。気になんない、あの一人のやつガゼルならそうだ。ちょっと逃げてんだけど、やばくねえか、追いつけるのかこれ。逃げられてんだけどな。あ、違う、 MQ だ。こいつは違った、騙された。サムはする。さあ後ろの方にいたっていうことだったから、どこなんだろうな。あかん、風に煽られる。出てないとかいうことないよね。いつも違う。いないんだけど。いないぞ。ちょっと待て、ちょっと待て、お兄さん。ってことは出せれてないってこと？ちょっとこれ難しいんじゃないか？ちょっときつくないか？絶対出てないよね。83%はやべえ。消化して早く。マジで出てないの？トリガー運のはもういい。さっきタンクローリーを破壊するんだ。あいつにやらせときゃいいんだよ。石油タンク全部やったと思うねんけどな。あ、こいつも違う。マジか。つらっ。これ。
かんじゃないわ。あ、終わった。あ、終わってない。あれ、無人機に負けるわけにはいかねえぜ。どういうこっちゃ。他の機体どこに消えたやろ。作戦時間残り2分。作戦エリアの北側、エルジア支配地域にかなり近づいている可能性がある。時間は限られている。探し出せ。今ミサイルで行くわ。なんでこんな低空飛んでんの。道クリアしてちょっと確認しないと。作戦時間残り1分だ。あかん。あっ、などっかこの辺おらんかったっけ。これでできてなかったらちょっと難しいっちゃ難しいな。30秒とか無理やで。またそんなとこおるし。せやな。いやいやいや、うわぶね。おお、こいつ最後だった。よかった。ちょっと待って、見渡す限りおらんかってんけどな。え、なんていうやつ。ガゼルやろ。いや、ガゼルとか見てないな。やばこれ。ちょっと一番きついような気がしてきた。そんなことない。まだまだかな。お、 KY いらっしゃい。ごめん、コメント見てなかった。 R1 さんいらっしゃい。こんばんは。ここは SFFS で焼き払いました。 SFFS マジか。よっ、お、作太郎もいらっしゃい。いらっしゃい、いらっしゃい。ごめん、ちょっと動画向きに作ってたからコメント気にしてなかったわ。やっと気づいた。さあせ、SFFS とか持ってない気がする。新しいエンブレムとニックネームやろ。出てないわ。へえ、さっきので出てないんだ。ミッション11までネームできた、うん、俺も途中のやつなんか1個取ってるんやけどね。1機だけなんか気づいたら取ってた。こんなびっくりしたわ、ちょっと。あー、アルワンさんとか来てくれてたのに仕方してた。ごめんごめん。ちょっと待って、ちょっとお手洗い行ってくるわ。作戦タイム、トイレ作戦タイムや。マジか。
か余裕ぶっこいて第2話でミッション10ぐらいまで行ったら楽勝やろみたいなこと考えてたのに、むず8。ちょっと待って、 R1 さんが教えてくれた SF フェス、ちょっと探してみよう。持ってる機体を持ってない気がする、見てないもんさっき。一発でいけた、マジかよ。サクタル何使ったこれか。え、似たようなもんやん、何が違う。散布密度が変化する、コード管理が重要。あー 4AGM でいったん、すごっ。いやちょっとでも新しい機体を解放するほど余裕はないけど、SFSS 持ってるやん、 SU34 一応持ってる、こいつが SU34。 え、今使ったの SU34 やんな。え、違う、違うくないよね多分。SU34 やんな。え、俺何使った、あ、そうやんな、 SFSS やんな。忘れてた、そうそうそう、これ使っていってる。機体も全部取ってる、あーなるほどね。高度が低すぎるんか、だから密集した爆撃になってしまってるのかもしれん。威力アップ。ロックオンとかないしな。威力アップ。いや、威力はいらんな。威力なくても十分粉砕できてたもんな。威力よりリロードかな。何が変わってるのか全然わからん。行きましょう。囚人ども、ガス炉手前で待機しろ。これきついな。このぐらいの高度維持がちょうどいいかもしれんな。見た感じ。Thank you.
ガストーム、イネッサ2が作戦区域に接近中だ。のんびりはできなさそうだ。メコ。楽な仕事だが仕事やわんね。メコ。ファイターパイロットなんだ。メコ。すげえと花火が上がるぜ。感じっぽいけどなぁ。これタンカーもやらなあかんとかいうことないよね。タンカーもかな。石油タンクじゃないもんね。でもメソ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 配布はいただいた。ナインドエースも終わった。やば。変態やな。43秒。なんか動いてんのがいっぱいあるけど、動いてるやつは別やんな、多分な。もうないよね、もうないよね。やれてるよね。Don't worry.
さん全部来るんだ。砂漠で野党に合わないようみんな飛ばすからな。スペア隊、新たな敵機が接近中。三小隊より方位350。北からか。名前が全然見えない。いた。バゼルおった。ほら。よっしゃー。オッケー。あとはゆっくり行こう。あとはゆっくり行きましょう。ああ、今の当てたかったな。マジかよ。無駄にスピード出してたわ。うざいな。あとは？この方向に。なんで？ほら。点が出るのはあそこだけやな。航空燃料はむしろ燃えにくい。あれはガソリンだ。無駄口を叩く暇があったら一台でも破壊してみろ。役立たず。いつまでも止めると思うな。さっさとターゲットを探し出せ。スケアフィフティーターゲット撃破。メソ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 機体付近に目標を確認。よく探せ。メソメソメソ。なんで外すねん。あーなんとかいった。さっきは全部壊せきれてなかったってことやんな。ネームドは基本単体で飛んでない。うん、ここはね、集団の後ろにちょこんと現れるみたいな感じ。基本単体だね。よかった。なんとかクリアできたけど。これ気持ちいいよね。ドドドドドーン。これ気持ちいいよね。
んとか言ったかな。ありがとう応援。キリカとはアルマさん。任務は成功。他に特に言うべきこともない。解散。やば。やって100万。100万貯まったか。OK、スキンゲット。あ、チャンネル登録ありがとうございます。そんなそんな。こんな、しょうもない配信に登録していただいて、ありがとうございます。ちょっと動画の尺の関係上、一旦ここで締めて、すぐ撮り直すんで、ちょっといいですかね。一旦待ってもらって、ちょっとすぐ撮り直します。1時間半かかりすぎやな。ではでは。